はい、速稼塾の久保です。まあ、FX の相場解説、まあ、総括を簡単にさせていただきますけども、金曜日の朝の時点でですね、二つの、まあ、ポジションですが、エントリーポイントを設けましたよね。109円の615を超えて上昇するのなら倍に入るよと。そして109円の、まあ、150は下回ったら、セルの方に行くよっていう形だったんですけども、結果としては倍の方に向かいましたんで、109円の615を超えた段階でエントリーして、利確をさせてもらいましたね。本来でしたら、もっともっとね、30ピップス、40ピップス取れるところまで追いたかったんですけども、ご覧のようにですね、ヒゲを出して戻ったんですけども、一応109円のね、785という、なんかよくわけのわかんないところに赤い線が引けていたんで、思い出せないんですけども、なんか意味あったんだろうなと思って、ここで決済してですね、おかげさまで15ピップスほど取れたかなというところでございます。ポイントは109円の615を超えたら倍に入るよっていうふうに、まあ皆さんにもお話したように決めていたことです、エントリーポイントはね。で、もしかしたらこのレンジを週をまたいでも変わらないのかなと思ったんですけども、まあ、おかげさまでたまたまね、陽線がバンバンバンと出て、下髭もしっかり出ていましたんで、最終的には上髭を出して戻っていって、今、上下髭をね、出した十字の陽線にはなっているんですけども、まあ、現在ね、109の682ですか。ですんで、まあ、少なくともね、まあ、勝ってはいる方ばかりじゃないかなと思います。前回のレンジを引いた時の2つのエントリーポイント、こういうふうな形で始めると、まあ、リスクは少ないんじゃないかなと思いますよね。まあ、ちょっと苦戦しましたけども、最終的にはちょっとね、出口が見えたよということで、だんだん勘が戻ってきたかなってことですよね。まあ、そうこうしているうちに6月ももう半分終わっちゃいましたんで、悠長なことは言ってられないんですけどもね。まあ、でも本当、2週間、ちょっときつかったですね。なかなか。まあ、でも、なんか今月もね、なんとか、プラスにはなっていますが、ちょっと危ないですね。6月から7月、8月と。なんか、バスッと気持ちのいいトレンドが、この辺で発生しないですかね。トレンドかと思ったら反転しちゃうんで、ロスカット食らっちゃったりとかね。なんかこう、消極的になっていきそうですけども、気持ちを奮い立たせる意味でも、今回のね、二つのエントリーポイントが、倍の方でうまくいったってのを、ちょっとね、取り戻すための自信にしながら来週に向かっていこうかと思います。どうもありがとうございました。ちょっと普段と違うアカウントからお届けしてますけども、ご容赦ください。おはようございます。速稼塾の久保でございます。6月14日月曜日になりました。週が明けましたので、今日はね、週足から見ていきます。時間は6時23分です。それでは早速画面切り替えていきますので、こちらの週足からどうぞ。じゃあ週足の方ですけどもね、懐かしいことからやっていきましょうか。こちらとこちらにもうポイントを引いて、もうすでにね、見えなくなっちゃったところありますので、こういうふうに横に引きますよね。もうちょっと下かな。で、ここに当たったら上に跳ね返るってことが結構長かったわけなんですけども、ここに来てですね、ちょっとこう下割っちゃいましたよね。でもやっぱりここから急回復して、V の字で上がっていくところ、ここがエリオット波動になってるんじゃないかな、第3波とかね、なって、で、調整波がこういうふうに入ってるんじゃないかなってことを申し上げました。ということはですよ、ここから、こういうふうに突き抜けていく可能性が高いってこと。で、これで週足を見ていきましたよね。で、移動平均線はそれを担保するように上昇局面に入ってるわけなんですよ。さあ、これを前提に日足の方を見ていきます。日足を見ていきますと、右肩上がりになっていってるような状態なんですけども、これは先週、先々週と説明しましたね。こういうふうになってるよと。チャンネルライン引いてるよってことでございます。で、今、結構価格の低いところにいるんで、倍で入れば、まあ負けはないんだろうっていうふうに、先週の終盤まとめていきました。4時間の方を見ましょうか。はい。109円の575に入ったら倍でエントリーするよというふうに申し上げました。109円の575。まあ、怪現象が起きてですね、なんかここで、エントリーできてなかったっていうトラブルもありましたけども、私が宣言した価格ってのは変わらずに、109円の575ですね。これを上昇でクリアしたら倍で入ればいいんじゃないのって形で、現在の価格が109円の639。109円の639なんで、数字をね、きちんと、信頼してくださった方は、まあ、10ピップス弱取れているんではないかなと思いますし、最大値でね、これ109円の785まで取れたチャンスがあったんですよ。まあ、ですんで、20ピップスは取れたかなと思いますけども、まあ、でもね、10ピップス、20ピップスを狙ってやってるわけではないんで、
勝ち誇ることはできません。私が申し上げたのはあくまでもこのポイントまでね上がっていくってことで、やっぱりね 5,60 ピップスを狙って私はこの109円の575っていうのを設定したわけなんですよ。ですんでこれからこのチャートがね1時間見てから考えますけども、ぐーっと上に伸びていってもらわないと困っちゃうよねって話なんですよね。じゃあ1時間足見ていきます。1時間足はご覧のように横ばいのような右手上昇みたいに見えますよね。移動平均線を見ると上の方から迫ってきてるんで、この辺からね、うん、単純に横ばいだとか右肩上がりっていうのは言えないんですよ。でもどうでしょうかね、こういう風に上下するに従って、まあこうヒゲも出てますけども、まあ結局先週の終わり頃には上昇の方面に何かを匂わせるようになってるんじゃないかなというふうに解釈できます。ですね、今週の方針としては109円の785あたりに出現した2本の陰線4線の上髭ですよね。これが下に押さえにかかっているところは確かなんですけども、逆に言うとですね、こちらの方には陽線で下髭が出ているところがありますよね。だからこう攻め合いではあると思うんですよ。ただ若干上昇の圧力の方が強いんではなかろうかっていう材料をもとにまたね今週1日を見ていくことになります。今のところ何がこうなるってことは全く言えませんけども、まあ上昇局面に入ってるだろうということは変わりません。ただエントリーできるほどの上昇角っていうのはちょっとまだ期待できませんのでね、まあエントリーをする準備はまだまだ全然できません。ただ倍の方に動いていくんではなかろうこと、だから倍の方に動くんだったらその次にエントリーポイントを設定してもいいかなって思ってるところですね。いやー、でもね、苦難の5月後半でしたね。取れた瞬間ありましたけども、6月に入ってまだイゴイゴしてるところだと思います。うん、まあこういう時もありますからね、ずっと順調ってのはないですから、うん、ですので順調の時もあればうまくいかない時もあると。それが4対6でくれば差額の2割で勝っていきますよって話なんで、私の相場解説ね、順調の時はものすごく取りに行ってるところをお見せすることができてると思いますけども、取れてない時っていうのも毎日相場解説やりますんでね、今日は勝てそうにないんで相場解説ありませんっていうと勝ってる印象ばかり残せるんですけども、ちゃんとエントリーできてない、そういう時もあるんだよと、こういう思いでやってるんだよってことも多くの方共感できることじゃないかなと思いますんでお届けしております。それでは今日の放送は以上です。おはようございます、速稼塾の久保です。今日は6月15日、5時39分の相場解説となります。いや、気持ちよく50ピップス前後を取れた方ばかりだと思います。報告もいただきましたんでね、本当おめでとうございます。よくね、ずっとなんかやきもきしてる私の動画を見てくださいました。でもね、やっぱりこういう風に停滞してる後には必ず大きなブレイクが来るっていうのは今回もそうだったでしょ。で、その前に私は倍の方向に行くってことをやっぱり言えたのは良かったなと。そして今回はエントリーポイントも明確にお伝えできましたんでね、109円の575あたりで倍でエントリーした方が多かったんじゃないかなと思います。その辺のことについてちょっとお話していきますね。では画面を切り替えますので、こちらの方をどうぞ。まずはデイリーからですけども、お話しているようにね、ずっと前からお話していたようにこのパターンが来たでしょ。こういう風にチャンネルラインを引くと、ほら、ここに当たったらやっぱりこう上の方に行ってるじゃないですか。だからまだね、上昇する余地ありますよ。うん、だから下の線に当たると上に行くんですよ。で、上の線に当たると下に行くんですよ。このチャンネルラインが要するにレンジをちょっと斜めにした形、フラッグってやつですよね。こっから入っていってギザギザーとフラッグを作ってるわけですよね。フラッグってのは戦国武将の旗ですよ。うん、こういう風になっていくわけです。この後上に抜けていくのか下に抜けていくのかまだ分かりませんけども、上の線と下の線ね、チャンネルラインに従ってエントリーしていけばいいんじゃないかなと思います。4時間を見ます。はい、この4時間なんですけども、まあ基本的にはここに向かっていくよっていう話した通りですね。ですんでまた上昇する余地があると思います。で、こちらの方なんですけども、ここね、ここら辺をサポートにして上昇しているところがまさにその通りでしょ。うん、あとはレジスタンスラインがここですからね、ここに向かっているってことでございます。まあここも突き破って上の方に行ってくれると思いますけどね。で、1時間、私たちがエントリーするのは1時間ですけども、1時間ってのは非常に分かりやすいですね。エントリーし忘れた方とか遅れた方でもこっからエントリーできたと思いますよ。ここを超えたら倍で入るっていう風にチャートを見てる私の声が聞こえてきそうでしょ。
で、前回の動画でお話したように移動平均線が上に向かって開いているところ、ね、下髭が大きく出ているところ、下髭下髭と、まあ、この辺を見ていただければ、まあ、上昇に向かおうだろうという予測はできたかなというところですね。まあ、109円の585ですかね。ここを超えて倍に入るっていうのは、まあ、本当にいい見方だと思いますし、それがまあ当てにならなかった方もね、少なくともこの赤い線、私が間違えて何かの拍子に移動させちゃった線ですけども、109円の785、ここも倍でエントリーするにはいい基準値になったんじゃないかなと思います。はい、なんとか気持ちよく取れましたね。おかげさまでありがとうございます。ということで火曜日、さあ今週はどうなっていくのか。今のところこのね、上昇したところをエグジットするのに努めてください。どこまで引っ張るのかもう皆さんのお力にお任せしますけども、私はね、今この時点110円をクリアした時点でエグジットの流れは大きく起きると思います。やっぱ心理的なもんですよね。切り板でエントリーして上がりますから。で、一旦ちょっとね下がると思うんですよ。そっからまたポーンと上昇するのかなっていうところだと思いますけども、そこら辺を見ながら今週過ごしていきましょう。それでは、いってらっしゃい。はい、今日は6月16日になります。時間にして朝5時を過ぎたところなんですけども、ちょうど1週間前の今日、109円の575というエントリーポイントを私は設けて線を引きました。ここを上回ったら倍に入れば大きく利益が取れるというふうにお話したんですけども、現在ですね、価格の方はグイッと上がり、はい、ちょっとね画面が切れちゃいましてすみません。再度取り直しておりますけども、ブレイクポイントを109円の575で超えて50ピップほど多くの方が取れていたんではないかなと思います。もちろん私のね、相場解説をきちんと見て、あのエントリーポイントを信じてくださればです。でもね、それまでずっとね、鳴かず飛ばずと言いますか、見るのが相場みたいな感じでずっと続いてたんですよね。で、その中で厳選して確定したエントリーポイントですから、まあ私はね、エントリーポイントなぜかちょっとね間違っちゃってましたけども、まあでもね、宣言したのは109円の575でした。あそこをクリアすればやっぱりね、40ピップス50ピップス取れたポイントになっていると思います。で、そろそろその利確をしていただいて、新しいねエントリーポイントを探すところに入るんですけども、じゃあこれからね、相場の方どういうふうに見えていけばいいかってことなんですけども、基本的には倍の方向でいいと思うんですけども、その辺をちょっとお話していきます。じゃあ画面を切り替えていきますね。デイリーをどうぞ。で、デイリーなんですけども、ずっとお話しているようにこういうふうな形になりますね。右肩上がりで入ってますから、ぐーっというふうにね、チャンネルライン引けてますよね。だからまだ倍が続くってのは、ここからさらにまだこれだけの余地があるってことなんですよね。ただ瞬間的にはこういう風になって、こういう風になることもあります。こういう風にね、もしくは一旦下がってまた別の時に改めてこちらのチャンネルラインに当たるってことも考えられますので、ロスカットは忘れずにってことになります。全体的な流れでは右肩上がりでしょうね。で、4時間見てみますと、まずはここのポイントに達するのかなっていうところです。だから今押し目を作ってるところっていうふうに見るのが正しいんじゃないかなと思いますよね。移動平均線は上昇を示してますし、それからね、下髭がかなり出てます。上髭も出てますけども、そこを信じるとやっぱこう突き破って上に行くっていうふうな形になりますね。じゃあ1時間の方を見てみますね。1時間の方を見てみますと、もうこれははっきりとね、ズバーンと超えた後でここに支えられてさらに上昇というところが見えますね。109円の575がずっとポイントになってるってところですよね。ここもそうですけどね。で、この後なんですけども、横ばいを続けながら1時間ですよ。ちょっと移動平均線が下の方に向いてるでしょ。だから押し目を作って上の方に行くっていうふうに私は見ておりますね。はい、水曜日ですからね、まだまだ勝負できる時間帯はあると思います。とりあえず倍で入るために、1時間で引いたそのレンジのあの箱ですよね。箱をしっかり意識して、今度入るのは110円の125を超えた時に倍で入るっていうふうに、まあ今のところ軽くね考えておきます。まだね、110円の125でいいのかどうかは分かりませんけども、まあ、多分いいでしょうね。ということで今日は一旦利確をした後様子を見ていきましょう。まだ利確してない人もこの辺で一旦利確しましょう。少なくとも半分利確しましょう。で、次のフェーズに入ります。それでは、おはようございます。速稼塾の久保です。まあ見るのも相場とは言ってますけども、しっかりと見た、その成果がこの2日間出たんではないかなと思います。今回は
どこでバイに入るかっていうエントリーポイントを予告した上でね、きちんとブレイクしたでしょ。だからこういうところをしっかりと見ていただいて、そして、ね、行動につなげていただきたいと思います。私の考え方もこの2週間、スランプを巻き込みながらですけども、すべてが今回回収できたということになります。本日は6月17日朝5時43分の相場解説になります。大きくブレイクしてます。その辺をね、解説していきます。どうぞ。はい、これがね、デイリーなんですけども、私がずっと言い続けたのはこれですよ。このチャンネルラインがありますねってことなんですよ。ピタッと来たでしょ？うん。だからフラッグだからね、これは当たり前なんですよ。だから全部これは上下の波を私は言い当てることが、これでできたということになりますね。こうですね。で、下に当たったから今度上に行くよっていうのが、上に行ったわけでしょ？で、上に当たったわけじゃないですか。うん、はい。今のところ、デイリーでの相場解説ずっとうまくいってますよね。で、4時間の方に移っていきます。4時間また面白いですよ。私は、ここをブレイクして上の方に抜けていくという話をしましたよね。で、まさに4時間でエントリーされた方、ここを目安にバイで入ったら、迷いなく1本の、このね、直上に突き抜ける、ローソク足ができてるじゃないですか。で、トカントカンと上がっていってるわけなんですよ、こういう風にね。移動平均線もしっかりここでは参考になりますよ。安値が徐々にこういう風に上昇してるわけですからね。1時間が顕著ですよ。1時間。私がここでバイでエントリーに入るよって言ったのは、110円の125でした。これ昨日の動画にも残ってますんで、ちょっと見ていただきたいんですけども、それはなんでかっていうと、これがね、レンジに入ったからなんですよ。で、昨日これも私申し上げましたけども、一旦押し目を作って上の方に上がるって言いましたよね。だから、押し目を作って下がったらチャンスだと思ってくださいと。昨日はまさに、下に下がりつつあるところを1時間軸で見てるはずなんですよ。だから私が言ったように下に下がったでしょ。押し目を作るっていうこと。ね、押し目を作ったわけですから、じゃあ今度は上昇するわけですよ。これがだから押し目買いの昨日は教科書に出てくるような代表的な例でした。で、110円の125を突破したら倍で私は入りますよと。水曜日まだまだ時間がありますからねということで、昨日はずっとね、チャートにこう意識を向けていたわけですよ。で、110円の125、場合によってはタイマーかけてもいいと思います。で、110円の125を超えた瞬間に私は追玉で、まあ昨日はね、100ピップス近く取ってます。100ピップス近くですよ。ということは昨日の日当は十数万円になったということですよね。だこういうのをたまにやっていかないと、やっぱりね、月に何十万とか言って残せないですよ。だから特にレンジでイゴイゴしてる時っていうのは、チャンスの直前なんだっていうふうに思わないといけないですよね。それが見るのも相場なんですよ。で、チャートのほとんどってのはちょっと切り替えましょうか。チャートのほとんどっていうのは本当にね、動きの少ない退屈なところなんですよ。でも、その退屈なところっていうのは買いと売りがせめぎ合ってからなんですよね。で、せめぎ合ってるのもどちらかが威力をなくして退場した時に片方の力しか残んないからズバッと突き抜けるんですよね。その勝負をいつもしてるわけなんですよ。だからブレイクしちゃ収束して、ブレイクしちゃ収束してになりますから、テクニカルっていうのは活かせるんですよね。昨日は本当にね、テクニカルのお手本みたいなのが来ました。その前にも40ピップスぐらい取った瞬間があったと思いますけども、これにてね、両方取った方は今月のもう利益全部いったような感じです。で、こういう風にね、確実に一本にボーンと進んでるなと、強い勢いで一直線に進むなというのをブレイクを取れたら、もうそれで1ヶ月の仕事終わりみたいな感じですよ。だから昨日もね、私十数万金額にして昨日1日で取ってるわけですけども、場合によってはこれで生活費賄えるじゃないですか。これが FX の魅力なんですよね。かといって反目してロスカット食らった時に12万失うかって失わないんですよ。だからリスクが最小限で伸び続けるリターンっていうのは大きく取れる。これがリスクリワード 3.1 の私のやり方なんですよね。はい、じゃあまとめて申し上げます。全体概要、私は4対6で勝ち6割、そのために4割の負けにやっぱね、まあ強要するっていうんですかね、4割は負けてもしょうがないなと思うんですよ。その代わり6割は勝っていきます。通常 FX 超反発値で考えると五分五分なんですよね。買うか売るしかないですから。でも私はその五分五分を4対6に動かすためのテクニカルを構築したんですよ。そのためにゾーンを用いたりね、
それからテクニカルのそのフォーメーション分析やったりとかエリオット波動とか坂田五法、この4つの手法を使ってるわけなんですよ。その結果4対6にできているんで、この4対6をさらにさらに固めるために毎日の相場解説をやって同じことをずっと言ってるわけですよ。でリスクリワードは 3.1、 これね、勝った時は3、負けた時は牛1なんですよ。負けた時に1失って勝った時に3をゲットすれば、この2の差額でさらに勝っていけるでしょ。それをずっとやってるわけですからね、難しくないです。むしろ一番 FX で、簡単なことだけをやって積み上げてますんで、ちょっと私の FX が難しいということは多分勝てないんじゃないかと思うんですよ。もうこれ以上簡単な方法って何があるのと。それこそね、ツールに頼ってさらにお金を失うみたいな道しかないんじゃないかなと思ってますね。ということですかね。はい、じゃあまたね、落ち着いて収束に向かうと思いますんで、また今日は様子を見るということでやっていきましょう。うん、ここまで強い利確ができればもう焦ることはないでしょ。ここで下手にねエントリー入って、あ、強い陽線が出たからこの後の2匹の土壌を狙おうかなと思ったらもう手遅れですからね。もうこっからは落ち着いて、私みたいに利益を確保したから相場から一旦離れて熱を冷まそうとする人の方が増えてきます、上級者でね。で、どちらかというと新人さんがこういった流れを見てエントリーかましてくるんですよ。ないですから、もうないですから、またしばらく後で生まれます。じゃあそんなことですかね、今日はね。ありがとうございました。どうも、金曜日になりましたね。今日は18日かな、18日ですね、6月18日。今ね深夜4時なんですよ。まだ夜明けには早いぐらいですけども、相場解説の方していきます。ここでのミソなんですけども、まずデイリーを見た時にデイリーはフラッグを書いてましたよね。ですからチャンネルラインの上の線、こちらに弾かれて下に行くのか、それともブレイクして上に抜けていくのかっていうところがまず注目するべき点になります。まあ、結論から申しますと、チャンネルラインに弾かれて下の方に行ってるってことなんですよね。まあ、ですんでこのフラッグを信用してチャンネルラインに従って上に当たったらセル、下に当たったらバイというね基本を守ってる方なら今含み益を取っているところだと思います。折しもですね、昨日急騰してしっかりと50ピップスぐらい取れたかなってところと、エントリーポイントはもうね事前にお話してましたんで、そのポイントで予約をしてた人はやすやすとこの40ピップス50ピップスが取れて大きな利益になったんではないかなと思います。まあ場合によってはですね、追撃モードでポジションを同じ方向に追い打ちで2つ3つ4つと持って爆撃を成功させた、そういった人もいるかもしれません。まあ私はですね、今回の、エントリーポイントかなり自信を持っていました。やっぱ2週間ねしっかりと、考察しただけあってブレイクしたら大きいなと思ってましたんでね、それをしっかり取れたわけですけども、やっぱり利確ラインっていうのは上のチャンネルラインに合わせて利確してますんで、今回下に引っかかるようでしたらやっぱり大きくねまたセルで取っていきたいなと思ってたんですけども、まあ寝ていたんでねやれませんでした。まあそういったことも込みでちょっとお話していきます。では画面を切り替えますので、まずはデイリーの方から見ていきましょう。はい、デイリーになりますけども、チャンネルラインをまず2本引きますよね。これは前からお話しており、ここからこういう風な下のチャンネルラインとフラッグの上のチャンネルラインがあります。ピタッとね一致しますね。これ上と下の線平行でしょ、こういう風に。で上から入ってきたのが跳ね返って、上のチャンネルラインに当たったらセル、下のチャンネルラインに当たったらバイの方で、まあうまくいってるわけですよ。で今回もこれを取れたでしょっていう話ですね。で当たった瞬間突き抜けずに今また下に戻って陰線を描いているっていうところですね。でこの陰線が、まあ、どういう風に育つかってところですね。こちらの方に行ってまた同じように上に跳ね返っていくのか、それとも突き破ってまあ、フラッグ終了、入ってきた方向に抜けるのかっていう風な警戒になってきます。じゃあ次の時間軸4時間を見ていきますよ。4時間を見てみますと、数日前からずっと警告したここを突破してね、この急騰を成功させたってところがありますけど、これが戻っていってやっぱりこの辺りとかこの辺りに反応してここでとどまっているっていうところですね。移動平均線もちょっとねカクッと横に向かった形になってます。移動平均線、この先頭がねこう真横に向かっているような感じになってるでしょ。で1時間見ていきますね。
1時間なんですけども、あのレンジを書いたと思います。こういうふうにね、そのレンジを突き破って上昇していったという経緯がありまして、ここに反応してですね、同じようなところで戻ってきたのはまあ止まるかなと。それがこの箱のね、レンジの箱の上の線に当たってなのか、それともこれはとりあえず突き破って内側でこうね展開していくのかになります。一つ目はここで跳ね返ってこっちか、それとも二つ目はこの箱の中でね展開するためですよね。それを今日は一日見ていくことになります。おそらくですね、まあデイリーのフラッグを守るようでしたら下の方に行くはずです。まあこういうふうにギッタンばっかりになることも考えられるんで、大きくね、50ピップスほど取った後ってのはこの下に下がっていくピップスをね往復ビンタで取れるっていうのはなかなか上級者なんですけども、まあいずれにしましても大きく跳ねた後ってのは今度はまあ横ばいというかレンジに近い形がまた続くかなっていうところですよね。というふうにね、まあいつものパターンといえばパターンなんですけども、なんかこう忘れがちなんですよね。今来ている相場は特別なんじゃないかなと思っちゃうんですけども、そんなことはあります。ずっと同じパターンで進めていけば4対6で、勝ち越すことができるということですね。まあ今日金曜日なんでしっかりとピップスも取ったんでね、無理せず行こうと私は思いますけど、もしね今日金曜日も勝利したいなってことでしたら、109円の995あたりでセルにブレイクすることを考えておいてもいいかなと思いますね。まあ、その1点ぐらいかな。あと強いて言えば110円の155で跳ね返ってもう1回倍に行くかなというところですね。じゃあその辺も様子を見ていきましょう。もしかしたらまた来週になるかもしれません。本当に今週もお疲れ様でした。ありがとうございました。